兄弟のヒロリン、ジャスティスターです。ジー、本日の任務、滑舌を。はい、じゃあ今回は滑舌を良くしようということで、1回噛むごとにこのビリビリマイクをやってもらいます。そして2回噛んじゃった場合は退場してもらいます。はい、退場ということで、僕たち退場しちゃうと画角外でただゆっくり休んでるやついるとムカつくので、後ろの方で正座で無言で言いましょう。存在が消えます。画面内にいるけど、いないやつ、ということで、どうですか、やっぱ滑舌は良くしないとダメなんですけど、どうですか、滑舌に関して何かありますか。いや、全然自信ない。よしくんマジ噛むよね。そうね、ショート動画撮ってる時ずっと噛むよ。俺もまさかこんな噛むって思ってなかった。自分がね、そう、こんな噛む人だと思わなかった。声のトーンとか大事じゃない。そうだね、翔太の声のトーンなんかよく聞こえそうだけど。ああ、俺は響くって聞きやすいよね。だから高校もね、野球やってて、あのベンチにいたけど、スタンドで応援あるのにセンターまで声聞こえた。なんか悲しい話ですね。噛まないように攻防があるから、攻める時も噛んじゃったらあるでしょ。もう全員が敵ですから。はいはい、いきますよ。それでは2名レッツゴー。もうスタートです。じゃあいきます、ゲームスタートしますよ。よし、早めに噛んどいた方がいい。髪が前なすいきますよ、よーいスタート。はい、ということでスタートしました。はいはい、どうですか、よしくん、調子は。調子いいです。あー、いいですね。どれぐらい。あ、そう、どれぐらい。え、あのさ、よしくん、こち亀って何の略称だっけ。こちら葛飾。あはは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 。はい、ということで、じゃあビリビリマイクいきましょう。怖いこれ。いきます。はい、じゃあめっちゃ厳しいな。ということで、よしくん今ワンアウトということで、はい、あと1ポイントでもう画面外から一応残ってたモザイクかかります。それやだね、めっちゃ喋ってもね、怖いね。え、じゃあよしくん、はい、さっきのなんだっけ、こちらの略称お願いします。ゆっくりでもいいからね、もうこれで消える可能性あるから。もう消える可能性あるよ。いきます。はい、はい、こちら葛飾区、お、亀有公園前、発出場。すごいね、すごいね、発出場。はい、はい、ということで、じゃあ、邪魔もないなくなったということで、ザコは消えましたよ。こっからが本物。よし、ちょっとこっから行きましょう。俺攻めていいじゃん。いいよ、行きますよ。じゃあどんどん行きますよ。隣の客はよく駆け食う客だ。おい、せーの、せーの。隣の客はよく駆け食う客だ。おー、いい、待って。隣の客はよく駆け食う客だ。おー、せーの、せーの。隣の客はよく駆け食う客だ。おー、すげえ。素晴らしい。反応したらダメです。静かにしてください、画面外が。なんか画面外から聞こえたね。アナウンサーの難しい原稿みたいなのがあるんですね。あー、はい。じゃあ、ヒエ。じゃあこの人の名前をお願いします。キャリーパミュパミュ。うまい。びっくりした。ここここまで行きました。ここまで行きました。ゆっくりの、ちょっと早めにね、行きました。よーい、はい。昨日午後5時55分55秒頃、自称魔術師の男が老若いきましょう。いきます。はい、ゼロ。はい、ということで合計1ポイントね。次もあと1ポイントあったらもう終わりですからね。はい、じゃあ翔太行きましょうかね。はい、じゃあここは簡単なところで読もう。ちょっと待って、カタカナを読めねえんだよ。何で。皆さんこんばんは。ファーストテイクフェイクニュースの時間。遅っ。遅っ。俺カタカナ読めねえんだって。カタカナ読めないとかあるのよ。テンポでいきますよ。同じ、繰り返せばいい。あ、いいよ、いきますよ。せーの。赤パジャマ、黄パジャマ、青パジャマ。赤パジャマ、黄パジャマ、青いパジャマ。結構かかるんだ。はい、ヒゲ行こう。あっ、怖い。怖い。めっちゃずれてた。トイレトイレできるんだ。はい、ということでヒエ1ポイント。もう次やばいから、ね、気をつけてください。いいよ、攻めたい人攻めてもいいし。なんかそうだね、俺もなんか言うかな。自ら攻めてもいいからね。はい、はい、はい、早口言葉。はい、ということで、ついに3人になってしまいましたが、はい、頑張っていきましょう。はい、俺的にはまだ俺とショートがゼロだからね、ちょっと攻めていきたいですよね。まあ全然こっから2分だけど。そうね、早口言葉じゃ知らん。あ、じゃあカエルどこどことかでもあれば。あー、むずい。いきましょう。
ょっと待って、最後までわかんない。カエルピョコピョコ、教えてあげる、はい、教えてあげる、あ、俺が教えてる、カエルピョコピョコ、ミピョコピョコ、合わせてピョコピョコ、ミピョコピョコ、あー、言えたのかな。じゃあ、ちょっと一回じゃあ行きましょう、せーの、カエルピョコピョコ、ミコピョコ。知ってるからマジで面白い。ふざけんなよこれ。よし、とりあえずもうあと少しで行きましょう。そろそろバトルもクライマックスですよ。はい、なんか探そうね。炙りカルビを3回。はい、じゃあヒューから、せーの、炙りカルビ、炙りかぶり、炙りかぶり。はい、ということで残り2人になりました。はい、翔太くん、はい、カエルピョコピョコ、それずるくね。カエル、俺から仕掛ける。ああ、いい、別に翔太がでもさ仕掛けるんじゃない、翔太が言ってくれないと分かんない。はい、あのジャンプのアニメ、うん、で呪いを倒す、ああこれね、それ、うん、何題名は、何だっけ、俺わかんない、題名、聞いてる俺が、じゃあわかんないか、ちょっと少し、呪術廻戦、ああ呪術廻戦ね、ああ俺も好き、こっち亀の略、あの何だっけ、それ何だっけ、こちら、こちら葛飾区亀有公園前初頭上。はい、ということで勝者はライオでーす。滑舌王になってしまったということでですね、まあ余裕でしたね。まあ、僕やっぱ司会やってるので普段から噛んじゃいけないとかそういうのもありますし、まああと人にあの司会だからこそ回せるからこそ、まあ余裕でした。じゃあ最後はですね、僕が優勝者なので、一番難しい原稿を最後まで読み切っちゃいたいと思います。これ言えたらまずかっこよくない？いきます。皆さんこんばんは、ファーストテイクフェイクニュースの時間です。昨日午後5時55分55秒頃、自称魔術師の男が老若男女で逃げ合う焼肉店で炙りカルビを破れかぶれで食い逃げしました。また消費者庁近くのデパートでマサチューセッツ省。最後まで動画を見てくれてありがとう。動画を撮っててもたまに噛んじゃう時ってあるので、スラスラ噛まずに話せる方法あったらコメントで教えてください。それでは次回の動画でバイバーイ。